Let's go。 え、やばいやばい。え、ほら見て、拾ったアイテム、これ、これ落とすようになったのよ。どうも、ということで、本日もレゴフォートナイトやっていくんですけども、本日はですね、アップデートが来たということで、皆さんにその情報をいち早くお届けしていきたいと思います。こういう動画がもっと見たいよ、好きだよって方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメント、通知音よろしくお願いいたします。ということで、早速、本題やっていきましょう。はい、ということでね、本日やっていくんですけれども、まずね、目玉要素ですね、やっていきましょう。何が来たかと言いますとですね、こちら、はい、見てください。ここ探検ですね。ハンティングダガーって書いてありますけども、探検がやってきましたね。こちらがですね、すごいと、この性能がね、めちゃくちゃすごいと、この動画でね、しっかり使ってやっていきたいと思います。まずですね、それぞれのハンティングダガーの解放の仕方なんですけども、この一番しょぼいやつ、これはですね、骨を持つと解放されます。そして続いてこちら、緑のアンコモのね、ハンティングダガーはカットした琥珀を持つと解放されます。そして続いて青色のハンティングダガー、こちらはですね、カットルビー、切られたルビーですね、それを持つと解放されます。そして続いて最後、これが一番強いですね、ハンティングダガーのエピック、この紫緑のやつかな、こちらを解放するのにはカットしたサファイアが必要となっておきます。ということで、それぞれね、一つずつ作っていきましょうということで作っていきます。はい、ということでこちらのインベントリー見てください。全ての、ね、探検をね、作りましたと。こちらの、ね、性能をね、それぞれ比較していきたいと思います。こちらですね、まずこれね、ダメージ2と書いてありますね。白が2ですと。そして緑が3で、青が4で、紫が5と書いてあるんですけども、ここですね、クリティカルヒット、後ろから当てるとなんとですね、ダメージが上がるよという説明書きがあります。さあ、早速じゃあ骸骨にね、やっていきましょうか。まずじゃあ正面からね、まずこの一番しょぼいナイフね、これでやってみます。はい、2、2ね、2、はい、2、2、はい、2ね、はい、これ2だと、はい、2ね、はい、2、2、2、2、はい、痛い、痛い、痛い、はい、さあ、続いて、この緑色、2個目のレアですね、やっていこう。ほら、はい、3ですね、はい、3、痛い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 から、はい、3、はい、3ね、はい、びっくりよ。じゃあ、続いて、青やっていきましょう。青は4、おお、強い、この辺からなんかね、手応えがすごいよ、気持ちいいよ、これ。3番目のね、この青色はね、なかなか強いと。さあ、続いて、じゃあ、最後の、こちら、緑色の剣、こちらでやっていきましょう。さあ、行くぞ、ほら、あ、強い、もうこれは強い。あ、強くない？これ。連撃してみたいな、ちょっとこれで。さあ、これでね、しゃがむと、あれらしいんですけど、ちょ、一回やってみましょうか。しゃがんで、こう、近づいていこう。いくよ。これいっちゃうよ。背後から、背後から、バカバカバカ、ちょっと待って。お前は一回やる。はい、背後むずくない？これ。背後超むずい。こっちから行こう、こっちから。バレないようにね。バレないように、バレないように。背後から背中をやると、なんとね、ダメージが2倍ということなんですけども、いくよ。ちょっと待って待って、こっち向くなよ、絶対。はい。え、7だ、すごい、ちょっと上がってるダメージ。なるほど、めちゃくちゃいいじゃないか、これ。後ろからさ、バレてる状態で後ろからやったらどうにかなるとかない？あ、無理だ。はい、後ろです。こっちこっち。2増えるんだね。じゃあこれは青色でやってみようか。青色で後ろからバレずにやるとどうなるか。ちょちょ、もうちょ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 、これで青色、ああ、待って、お風呂ファンボイへこそ、あ、メンバーありがとうございます、ちょ待ってって、メンバーありがとうございますって言ってんだから、ちょ、はい、行くよ、行くよ、バレてない、バレてない。6、6、4が6になる。2は増え、2増えるってこと？要するに2増えるってこと？なるほどね。はい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 。おお、逃げんなって。今7だったよ。なんで？どうやらでも背中だね。背中をやると2増えるっぽいね。ということで、2増えるって言っても、早いね。多分。この、連撃が早いから、これはいいね。確かに、これはいいわ。ただ、まあ、豪快さが欲しい人には剣がいいかなって感じだね。はい、ということで、この4つのね、探検が追加されましたと。ちっちゃこれ。ということで、皆様、どの探検なら作れるよとか、ありましたらね、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、そうだな、エンチャント検証してみる？じゃあ、せっかくだから。この辺でさ、このエンチャント、ダメージのエンチャントとかつけたらさすがに強いんじゃないかな。やってみるか。さあ、ということで、このエンチャントテーブルにてね、この紫の剣にちょっとダメージをね、つけてみようかなと思います。この強化ね、どんぐらい強くなるのかと。これさ、めちゃくちゃ早く触れて、めちゃくちゃダメージ高かったら超強いんじゃない？これ、どうよ。さあ、3つね、つけてみたよ。これで5って書いてあるけど、さあ、どうなるのかと。さあ、やっていきましょう。じゃあ、羊いるな。ちょっと羊ボーイにやっていこう。羊ボーイ、カモン。カモン、カモン、カモン。レッツゴー。え？やばい、やばい。え？え？ 21?21 って言った？今。やばい、やばい、やばい。え？ガチで強い。え、待って待って待って。これ、え、マジかよ。マジで ?21? お、嘘だろ。ちょ、待って待って待って。嘘やん。ダメージ3積みしたら超強いんじゃない？これもしかして。気づいてる状態だとさすがにそんなことないよね。気づいてくれ、俺に。え、21なんだけど。てか、動物マジでワンパンだな。え、強くない？え、ほんとか？ちょ、待って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 。お、なんかすごい変わってる。ここも変わってますね。雲はどうだろう？ちょっと雲気づくよね、俺に。え？
普通気づいてて 14? え強くない強いってマジかよ、ちょ最強武器じゃん。おこれやばいやばい、こいつはこいつこんにちは、え強っ、オーマイガー、これも最強武器来ました。はい皆さん探検エピックぜひ作ってください。これマジでやばい、これはもう本当に強いわ。え嘘、じゃあ狼もさいつもうざいじゃん、ちょっと行ってみるか。はいこんにちは、おい来いよ、おいおいおい、14? 気づいてて14なの？マジ？ガチエグい、ガチエグい。動物はだから確実に21で、敵も14なんだ。エグー。剣掘れるかちょっと検証していきましょう。剣はダメだね。剣は0です。この辺はこの雑魚い草。あ、これいけるね。この雑魚い草いけますね。剣で掘れるこの木は無理ですね。はい、ということで、ブルート見つけてまいりました。こいつと戦ってみようか、この最強の探検ね。これ、はい、皆さん見てください。これですよ。もう時代はこれですと。さあ、戦っていこう。はい、こんにちは、ブルートさん、こんにちは。こんにちは。痛い痛い痛い。痛いけど痛くないんだよね、全然。強ない、これ。はい、もうすぐさ、もう。はい、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 お疲れ様でした。マジかよ。すごいね。すっげえじゃん。マジで強いんだけど。もうすごいものを手に入れてしまったと。ということで、以上、探検の検証でございました。皆さんも探検こちら使ってみてください。マジで強い、これ。本当に強い。あ、で、そうだ。グラップラのバグが治ってるかどうかもね、ちょっとやってみようか。じゃあ、せっかくだから。はい、グラップラのね、今日の動画で紹介したやつですね。グラップラだけ持って、あと全部吸ってて、さあ、28発ね、今、これ寝て、起きて、よし行くぞー、検証検証、このバグはまだ使えるのかと。あ、よし、あーいいと、はい、オッケー。ということでここでリスポーンして、これで開けます。はい、で拾ってみましょう。あ、まだ残ったよね。このバグまだ使えます、このバグまだ使えます、グラップラー復活バグまだ使えます。ということで皆さんもぜひ使ってみてはいかがでしょうか。まだまだいけますね、多分まだバレてない昨日の動画まだ見てない方はぜひ見てみてください。ということでグラップラーバグは健在、そして探検が強すぎるということですね。そして追加されたのあるかな、なんかちょいちょい増えてるっぽいかな、こういうのが追加されてるかな。冷蔵庫本当だ、増えてる、あったんだ、もともとあったのこれ。冷蔵庫がなんか新しく表示されるようになってます。サバイバルに追加されたってことかな。ということでサバイバルに冷蔵庫が増えましたと。さあということで残りの要素についてはですね、パパッと話していきたいと思います。残りの情報なんですけれども、まず本日のアップデートで追加されたコスチュームがですね、ブラックウィドウ、そしてブリッツブリゲード、クロスバーグクラッシャー、フォーメーションファイターで、この今使っているルイス・ハミルトン、パスラッシュレンジャー、パントパラゴン、レッドゾーンレネゲード、スクリメージスクラッパー、スナップスクワット、 TD タイタン、トレンチランナーというスキンが追加されたみたいですね。そして、はい、大きな変更点となるんですけども、サンドボックスのワールドでもっと早く飛行できるようになりましたということで、僕はねちょっとこのモードが今サバイバルなんであれなんですけど、サンドボックス勢の皆さんはね歓喜じゃないかということで、浮く速さがねめちゃくちゃ速くなりました。そしてビルドを密着させて設置しやすくなりましたということで、なんか多分このやり方がもっと簡単になったってことなのかなって感じですね。そして移動中もおしゃべりしましょうということで、ダイナミック基礎を含む動くオブジェクトに乗ってる間に村人とおしゃべりできるようになりましたということですね。でクラフトベンチでレシピを変更するとアイテムがインベントリに返却されるようになりました。これもねいいですね。ゲームプレイのセッションをまたいでも丸太が残るようになりました。ああいいですね、これも大事です。村の広場が破壊される原因となっていたため、村の広場を地面から離れているものに設置することができなくなりました。ほうほうほう、なるほどね。そして別のプレイヤーが使用中であっても、これマルチプレイボーイですね、マルチプレイボーイにとってはクラフトベンチを正常にアップグレードできるようになりましたと。なるほど、素材が無駄になってたんだ、他の人が使ってる時にやってた。なるほどなるほど。そして寒い状態で撃破されると、寒い状態が解除されなくなる場合を修正しました。はいはい、そうここ大事ですね。同じ村人が2回スポーンする確率が低下しましたということで、その村人がね一期一会率がねちょっと高くなったということで、皆さん欲しい村人がいたらすぐに仲間に入れることをお勧めいたします。安定性とパフォーマンスという面では、影が表示されている場面でのその FPS が改善されました。これはね大事ですね。安定性を改善し、クラッシュの可能性を低下させましたということで、クラッシュしにくくなったよと。これはね普通にありがたいですね。収納箱に全て取るのオプションが追加されましたということで、それ見てみようか。全て取るっていうのが追加されたらしいですね。あ、あるわ、すごい、全て取るっていうのがありますね。これも追加されましたよという感じですかね。そしてマップを見ながら走れるようになりました。これやばい。どうやってやるかと言いますとですね、オートダッシュありますよね、皆さんオートダッシュ設定してると思うんですけど、この状態で、はい、マップ開くとこんな感じで勝手に進んでくれると。これめちゃくちゃいいですね。オートダッシュでマップ開きながら移動できるようになりましたと。はい、完璧です。
はい、ということでね、嬉しいアップデートがさらにありましてですね、こちら皆さんと一緒に見ていきましょう。この骸骨ね、溶岩洞窟にいるこの骸骨ね、今までさ、倒してもさ、ダイナマイト、しか落とさなかったじゃないですか。そのダイナマイト小僧がね、これ倒すとね、どうなるかと。ほら見て、拾ったアイテム、これ落とすようになったのよ。ブライトコア、えぐくない？ダイナマイトももらえるし、ブライトコアももらえると。ここいいよ、ここいいよ。ほら、ブライトコア2、こういう、ほら、落とした。こんな感じで、ブライトコアがね、入手できるようになりました。ダイナマイト従業員は、ダイナマイトも落とす。ダイナマイトとブライトコア一緒に落とす。で、ダイナマイト従業員じゃない子は、ブライトコアは絶対に落としてくれるね。ほら、また落とした。という感じでですね、こいつらを倒す意味がちょっと増えましたね。こいつら今までマジで邪魔でしかなかったんだけど、溶岩洞窟の骸骨ちゃんたちはね、なんとですね、落とすようになってしまったと、ブライトコアを。ということでね、皆さんもブライトコア、近くねえなーっていう時にはですね、この辺のね、無限に湧いてくる骸骨をね、しばくとね、意外とすぐ集められるんじゃないかと思いますので、ぜひやってみてください。おすすめはね、やっぱりこのダイナマイトボーイだね。はい、ダイナマイトボーイは全部落とす。骨だけはいらないんだけど。ということで、以上、一番と言っていいほどでかい変更点でした。ということで、今回のアップデートでね、めちゃくちゃたくさん要素が追加されたり改善されたりしましたけども、まあ個人的にね、一番強いのはやっぱりこの探検だと思いますので、皆さんぜひぜひね、作ってみてエンチャントなどしてみてはいかがでしょうか。こういう動画がね、もっと見たいよ、ありがとうって方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメント通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR もお忘れなくよろしくお願いいたします。ということで、また次回の100日後に帝国を作る男シリーズでお会いいたしましょう。またねー。